いですか、いいですか、動画で聞いたことあるのが、いいんですか、時間なくてるよ、これだ、森子が言ってたんですけど、はいはいはい、怪獣映画を撮って、はいはいはい、そうですね、はいはい、どういう経緯で撮ったの。いやもうそれこそ本当になんかものづくりの原点なんじゃないかっていうのが、あの本当物心ついた時に、あの多分自分が初めて見た映像作品っていうか、まあテレビ番組だったり映画だったり、多分ウルトラマンだったんですよね。その当時やってた、わかりますか、はい、僕は見てない、つぶらやけないか見てないかで、なんかもうそれですごいやっぱ影響を受けて、なんか本当やっぱちっちゃい頃描いてた絵とかもっぱらそっち系の絵とかだったんで、なんかまあそうですね、あのおもちゃとかも買ってもらったりとか、ソフビですね、なんでまあ最初はそのあとそんな 親がなんかすごい良心的っていうか、なんか当時ビデオテープじゃないですか、なんかビデオテープのラベルになんかそのなんこのタイプテープには何話が入ってて何の内容が入ってるかみたいなの全部書いてくれて、なんかちっちゃい自分でもその好きな回見てなんかもう楽しんでたんですけど、多分人よりも多分何回か多く見てるんですよ、きっとその昔は。のせいで世代的にはあまりあれだよね、特撮が流行ってた世代ではないよ。でもテレビでさ、ウルトラマンガイアとかさ、そうです、あの世代だよね。そうですね、そうだよね、ティガーが最初に見たウルトラマンガイアでした。ティガー、長野くん、長野くんです。マジか、その世代だよ。そうか、そうか、そうそうそう、なるほど。まあ、でウルトラマンはそっちでウルトラマンですけど、日本でいうやっぱそのゴジラとかはあんまそのちっちゃい頃見る機会なかったんですけど、なんか何歳だったか忘れたんだけど、本当小学生ぐらいの時におじいちゃんがなんかそういうゴジラ好きとかで、なんかその高之がなんかウルトラマンとか好きになったみたいなこと話したら、その全部見させられたんですよ。これ面白いぞみたいな。でまあなんかなんかちっちゃい頃はなんか本当そのゴジラはなんか人間ドラマとかよりもこう暴れてるシーンとか見て楽しんでたんですけど、なんかまあ小学校高学年ぐらいになって自分から見るようになった時には普通に話とかも面白いってなって、でまあそこでこうか不幸かその日本のゴジラシリーズが小6の時に終わっちゃったんですよ、1回。でなんかまあ一番なんかその吸収したい時期っていうか見たい時期に、そういうなんかウルトラマンもやってなかったかな、確か当時は。そうだよね、ちょっとなんかなんで一番見たい時期になんか それがそれこそフラストレーションか、が溜まって、なんかどっちかというとそういうのをなんか絵とかで描き吐き出していったんですよ、きっと。仮面ライダーがさ、あのあれだもんね、あの変身する前の方が視聴率が高かった世代だよね。そうだね、どういうこと。あのイケメン俳優の方が視聴率高くて、はいはいはい、一回も仮面ライダー出なかったかい。そう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 、お母さんたちばっかりっていう、本意を忘れていた世代です。そうだね、そうだね。なるほど、もうフラストレーションをこれ溜め込んで、はいはい、なんでやっぱ周りはでもなんか言うて小学校高学年ぐらいになるとそういうの卒業していくじゃないですか、結構仮面ライダーだとかウルトラマンだとか、でもなんか自分は結構ずっと見続けてて、なんかやっぱ中高はそれこそだから話せる人ほとんどいなかったんですけど、そういう話を。でもやっぱ大学行ったらそういうの好きな人が来てるんで、なんかそこでやっぱ楽しいなってなってて、みんな割と同じような経緯を踏んで、まあでもやっぱ大学のその映像学科100人ぐらいいるんですけど、その中でも本当怪獣好きってなんか知ってる中で 5,6 人ぐらいしかいなかったんですよ。なるほどね。やっぱなんかそういうなんか全然メジャーじゃない、特にうちの大学だとメジャーじゃないなんか分野っていうかジャンルだったんで、まあなんか大学1年の時からその作ろう、怪獣が作ろうと言ってはなんかもう企画が流れて、仮面ライダーみたいなの作ろうってなったら企画が流れてって、なんか結構なんか何もできずに行ったんですけど、まあその大学4年で卒業制作ってなった時に、その時はなんか普通にまだちょっと就職とかしてなんか会社に行くつもりだったんで、なんかそれこそなんか本当に自分の好きなものを作れるの最後の機会かもしれないなと、学生として作品作れるのが。最後にまあちょっと悔いのないようにその作っておこうと思って、まあなんかそのずっと怪獣の話とかしてたやつらを集めて、まあなんかやるってことになったんですけど、でもやるってなったらなったで全然その現実味っていうかないんですよ、なんかその実現できるかどうかもわからないような企画なんで、なんか教授とかに相談してもいやそんなんできないでしょみたいな感じで、割とネガティブな感じで、いやでもまあ
俺はやりますって言って、うん、まあ、なんかスタッフもほとんど集まんなかったんですよ、うん、なんか、うん、なんでだったらもうそのなんか説得力を持たせるために物から作っていこうってなって、うん、要はその着ぐるみだとかミニチュアの街とかを、うんうん、まあ、学校の地下室にこもって一人で、うん、作り始めて、うん、まあ、なんかグダグダやってた。結局それで半年ぐらい過ぎちゃったんですけど、うんうんうん、まあなんか物が出来上がったらやっぱりなんか人が集まってきてくれて、ほんと結果それで卒生の提出が1月の頭って、撮影があったのがその12月の10何日だったんで、結構なギリギリだったんですけど、まあでもなんとか撮影できて、撮影ほんとめちゃくちゃ楽しかったですけど、下地作りが大変だったんで、そうでしたね。本当はそこ分担でやるんでしょうけど、なんか全部一人でやっちゃったもんだったんで、まあそうでしたね。バッタバッタ。特撮監督っていう、ね。あ、そうですね。だ両方そうですね。もうやっちゃいましたね。なんかその時は。中野翔ちゃんみたいな。はいはいはい。すげえ。え、怪獣のデザインもしたんですか。あ、そうですね。しましたね。なんで。今日なんか一応見たい見たい見たい、そうなんかお、あ、なんかファイル同じ感じじゃないですか。お、え、そうなんですか。森くんと、はい、森くん多分でも、お、あ、でもすごい、でもデザイン、デザインが持ってきてなかったな今日は。いいよいいよ。そのあの映画自体これ、お、そのすごい、すげえDVD のパッケージになるんですけど。おお、あ、DVD になったの？あ、にしました自分で。おお、すごい。沼ピラス。ラス、そうです。発音合ってる？合ってます。何でもどっちでもいいです。まあ、この名前の由来もなんか別になんか深い意味ないんですけど、あのすごい、その地下室で大学の地下室で、うん、着ぐるみを作ってたら、うん、なんかその周りで噂になってって、いやなんかそのまま地下にこもって怪獣作ってるぞみたいな感じになってきて、なんか勝手になんかその沼ギラス沼ギラス、僕の名前が細沼なんで、でなんか周りから呼ばれ始めて、あ、じゃあ沼ギラスでいいや、なんかもう愛着湧いてきちゃったんですよ、なんかずっと呼ばれてたらなんか今更なんか名前変えられないなと思って、もうそれでいいやと思って、すごい、すごい、見たいこれ、見たい、本当、いやこの怪獣も売ってんの？いや売ってはないですね。全然あの無料で配りますよ。マジか。見た見た見た。YouTube とかに上げる。YouTube には予告編が上がってて。あ、見た。予告編見たい。で、それこそそれであの一平さんにもつながってくるんですけど、なんか予告編が結構再生数あのまあ今何回ぐらいだったっけ、3万回ぐらいいって。はいはい。でなんかたまたまそのアメリカの方のライターさんが記事を書いて、ライターさんがそれをなんか見つけてくれて、向こうの方で記事にしてくれたんですよ。そのあの、うん、日本の学生がなんか怪獣映画作ってるみたいなやつを、うん、そしたらなんかそのアメリカの、まあ、シカゴの方で開催されてるなんか日本のなんかポップカルチャーとかを、うんうん、なんかアメリカ人が楽しむみたい な, なんかイベントがあって、まあ、それが本当その日本の特撮とか怪獣がメインのイベントなんですけど、そこに招待されて、で全然僕それまで海外とか行ったことなかったんですけど、なんでなんかまあでも一人で行くかみたいな感じで思ってたら、うんうんうん、ちょっとなんか人づての紹介で、うん、なんかそのアメリカにあのその週の次の週にアメリカに行く人がいるよっていうふうなことを聞いて、それが一平さんだったんですけど、英語、英語すごいペラ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 、なんか一平さんなんか誰だったっけな、お母さんだったっけな、うん、かなんかに会うためにあ、行くって、そう行くっていうので、それをまあ1週間前倒しにしてもらって、そのシカゴにも寄ってもらってっていう形で、いい人だね、いや本当にもうしかも心強いよね。だってそういう話をして一回その、うん、じゃあ行く前に日本で会っとこうって話になって、あとそれこそ新宿のなんかそこのドトールだかなんかで会ったんですけど、なんか知んないけどその新宿にまさかの車で来てて、でなんかまあ本当に時間もあれだったんで、なんか本当10分15分程度ちょっと自己紹介だけして、うん、あとはあっちでって、じゃあシカゴで会おうみたいな。謎の面談だよね。沼ヒラス予告編。え、すげえ。ちょっと見てみます。ああ、見たい。見たい。行きましょうか。ね、この絵が上手。それもあと繊細だね。あ、そうです。それこそその前の方は中学生ぐらいの時に描いてたりとかも。すごい上手だね。本当に上手だね。これすごいよね。上手。お。
おしゃれだね、色味がね。え、そうですか。壊すときどんな気持ちですか？いやもう、あ、いやでも楽しくてしょうがなかったですけど、なんか多分いろいろ何かが出てたんでしょうね、きっとアドレナリン的なのが。え、怪獣は誰がやったんですか？怪獣がそれもちょっとなんか本当に恵まれてたんですけど、たまたまその映像学科の同期の中に、スーツアクターっていうその着ぐるみの中とかにあって、まあヒーローショーだとかそれこそウルトラマンの怪獣とかやってる子がいたんですよ。でなんかまあ、その子も特撮好きだったんで話しててよく。でなんか今回やるんだけどやってくれないかって言ったら快く承諾してくれて、でその、まあ、この子がその後すごいんですけど、まあ、その後スーツアクターとして、まあ、働き始めて、で今去年今年の頭にあったウルトラマンの映画の中に出てくる初代ウルトラマンの中に入ってたりして、すごい人にやってもらったんですけど、今は同じ学校でよかったみたいな。いや、ね、恵まれてますね。ね、すごいな。じゃウルトラマンか、沼ギラスの中だと街ぶっ壊してる感じなの。みたいな。すごい。ただやりゃいいってもんじゃないからね。ゴジラもほら。ああ、そうだよね。はい、あ、野村萬斎さん。あ、そうそうそう。野村萬斎がね。鶴橋っていうね、あれもね。なるほど、意外と奥深いですね。深いね。面白いですよね。ね、いや、想像以上になんかすごくてびっくりしました。おしゃれ。今そうかと、その目線で見たらさ、あれなんだね、あの怪獣映画って、あ、地震とかさ、そういうふうなあの災害のやつと同じようなもんで、スケールがでかいんだね。でかい、でかい、でかい。人も、パニック映画、パニック映画。あ、そうですね、なんか、ね、それこそやっぱ学生映画ってどうしてもそういう群衆シーンとか撮るってなっても、やっぱ、呼べるのって学生じゃないですか、友達とか。なんで、まあ若い人だらけになっちゃうんですけど、なんか一応それなんか本当結構年配の方とかも出てくれてるんですけど、それがこうツイッターとかで、まあ、怪獣映画撮ってるんで、エキストラ募集中ですっていう募集をかけたら、やっぱりなんかそれこそその時ってまたゴジラが復活するかもわからないような、なんか時期だったんで、なんか結構やっぱそういうのに出たい人とかが、まあ、何人か集まってくれて撮影ができたんですけど、そうでしたね。すげえな。やっぱりでかいもんね、なんかね。街とかね、俯瞰で撮らないとダメだもんね。そうだよね。そうですね。模型がすごい、ね。模型って思うとすごいさ。12月までかかってますから、それ。地道に一人で。それ、ね、そういうことですよね。本当にそうですね。ずっと一人でやって、本当最後の1ヶ月ぐらいになって、なんかいわゆる自分の作品が終わって、うん、もう手が空いた人とかが手伝いに来てくれたりとかして、本当なんかもう最後の撮影前の週間はなんか合宿みたいにもう毎日みんなで泊まって、ひたすらなんか、つくちまちまつって、楽しかったですね。そうだよね。え、そのぶっ壊すシーンはもう一日撮りですか？あ、一日撮りです。そう、一発ですもんね。一発です、ね。一回踏んだら壊れます。そうですね。しかも失敗できない。しかもこうスローになるんで、その映像が後で、はいはい、なんで本当実際のスピードはもう一瞬でパターンなんですけど、はい、あ、それをギヤそう、もう本当に分からないですよ、見てみるまで映像、はいはい、あ、そうか、映像って何台もカメラとかを、そうでしたね、その時は2台同時に回して、こうちょっと寄ったアングルと引いたアングルみたいな感じで、一応メイキングもあの YouTube に上がってるんで、あとでよかったら見てください。すごい、いや、わー、第2部も終わり？第2部も早い。
すごい。